もしこの雨が上がっても忘れずに歩いていくよ。こんばんは。高松智美役の陽宮ひなです。はい、千早アナ役の立石凛です。カナメルアナ役の青木ひなです。長崎さゆ役の小日向美香です。椎名滝役の林ココです。バンドリアニメ新シリーズバンドリイッツマイゴーの最終回が無事に終わりましたけれども、よかったですね。無事に終わりました。よかったよかった。はい、この放送ではアニメの1話から7話までをスタジオにいるこのメンバーで振り返っていきたいと思います。はい、このメンバーで振り返っていきたいのですが、我々ね、迷子は5人ですが、アニメバンドリイッツマイゴーには5人以外にもとっても重要な人物がございますよね。ということでこの方にもお越しいただいております。どうぞ。かわいい。あ、失礼いたしますわ。さっきこさんだわ。さっきこさんだわ。はい、皆さんこんばんは。戸川さき子役の高尾かのんですわ。皆さんもきっと賑わっていることでしょう。賑わっていることで大盛り上がりだね、この6人でお届けしていきたいと思います。迷子がついにガルパに参戦します。迷子でもいい、前へ進め。モルフォニカゼップツアー2023フォルテ千秋楽となる東京公演は10月5日ゼップ羽田で開催。羽ばたき続ける私たちについてきてください。バンドリカードになるの？面白い効果、あと特典ブースターパック、天輪飛翔、ヴァンガード、やらないの？武士ロード、あのスペシャルライブがついにブルーレイになって登場。バンドリスペシャルライブガールズバンドパーティー2022好評発売中。ではここからアニメを振り返っていきたいと思います。羽岡の不思議ちゃん、とある事情からゴールデンウィーク前に羽岡女子学園に入学してきたアノン。そんな羽岡ではバンドが流行していることが分かり、急いでバンドメンバーを探すことに。羽岡の不思議ちゃんともりをバンドに誘うも、これ衝撃だったよね。一応ね、衝撃だった。早速、見ていただきましょう。第1話のワンシーンです。どうぞ。スミミ歌える？お、カラオケのシーンだ。カラオケのシーンだ。どれ？スミミ知らない？これでね、ちょっとアノンちゃんのね、ミーハーなところがね、そうだね。おー、スミミが出てる。そう、ウイカ様ね、その7元気なんですよ。いやー、確かに確かに、ここで待ってるね。そうそうそう、立ってね、立ってね。いや、ウイカさん好きですね。あー、やっぱ好きなの歌う？歌わない。え、なんで？得意じゃなくてもいいんだよ。せっかく一緒に来たのに、私だけ歌ったらあれでしょ。確かにね。かわいい気になるよね。まさかね、音楽性の違いとか。ちょっと嬉しそう。なんちゅうキラキラした目で言うのよ。違うか。マイク、多分私のせい。そんなことないよ。ないよ。それは辛いな。聞いてる？本当に聞いてる？でもまたダメにならないように頑張ればよくない？一回ダメになってもやり直せるって思わないと。あ、なんか深いね。ここね。人生無難だし、やっていけないよ。来るものがあるね、これは。奇跡的にめちゃくちゃいいメンバーに出会えるかもしれないし。私がそれとは限らないけど、でもバンドはやってほしい、なんて。心動かされちゃってるよ。一生。
してくれる。わあ、ああ、あ、もうちょっと、いいとこで終わった。もっと見たい、もっと見たい。バンドをやるのに一緒って言葉が出てくるとは、衝撃だったな。後々一緒ってことはまた出てくるからこそ、なんか思い出すよね、このシーンを。そうだね。りんちゃんと、あ、あとみかんちゃんは、アフレコするのが初めて。アフレコ初めてで、右も左も本当に分かんない状態だったんで、いっぱいこう練習して行ったんだけど、他の人たちと合わせてみると、こう全然練習してた時の熱量と違う、みんなのお芝居を受けて、こう新たになんか出るものっていうのがあって、すごい思い出に残っています。1話なんかもう本当にごめんねって感じですね。タキちゃん1話ずっと怒ってるからね。タキちゃん誤解してたんだ。今仲良しだもんね。今仲良しだからね。続きまして第2話のあらすじをご紹介します。はい。もう誘わない。ともりをバンドに誘うも断られてしまったアノン。バンドメンバー探しのため向かったライブハウスリングで最悪の再会を果たす。舌打ちしたということで。おー、すごい、なんか思い当たる節が。あれ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 、心当たりがある方が。舌打ちっていうワードで誰か分かるんですね。その人一人しかいないからね。はい、そんな第2話のワンシーンを見ていきましょう。やっぱりボーカルはやりたくて。起きかないよ。怖っ。目つきが。そりゃそうなるわな。どうして喧嘩してるの？わかんないです。友達と喋ってたら急に来て、何の用だとか、本当に友達めっちゃ入れるよな。友達をバンドに誘ったのかとか、いきなり切れてきて、本当わけわかんなくて。表情が変わりました。ともりって、高松ともりちゃん？来た来た来た。あ、はい。指来る、同じクラスで。お知り合いですか？うわ、綺麗。お友達なの。綺麗。作画。羽岡にいるんだ。うわ、これはここで終わり。ここで終わる。このシーンは監督さんには、ここはイラストのところで雰囲気を出すので、声、色には考えてる思いだったりはあまり乗せないでほしいっていう風なディレクションをいただいてやっているシーンになりますね。見事にマッチしててすごいね。滝さんはね、すごくどうしちゃったっていう感じの世界態度態度がね、ちょっとすごくもう思いっきりやってくださいみたいな、ディレクションいただいたので、もう人生で一番態度を悪く言ったりました。でもなんかだからおかげでうちもお行儀悪いよってあれ言えたんですよ。心から言えるよね。言えるよね。私も態度悪って言いやすかった。よかった、よかったです。褒められてる。褒められが発生。3話のあらすじです。クライシック、人間になりたい、周りに馴染めない不器用なともり、中3の春、白雲木の花に誘われ出会ったのは…ということで、3話はともりちゃんの視点でずっとお話が進む回だったんですよね。そうだね。それでは第3話のワンシーンを見てみましょう。どうぞ。ともり、ともり、大丈夫ですの？私、いいシーンが…泣きちゃん、あ、みんな泣いてる。言葉になりませんわね。泣きちゃん泣けるんだな、ちゃんとこうやって。私ちゃんと歌えた？夢中になりすぎて覚えてない。はぁ、なんで。近い近い近いよ。最高だったよ。ありがとうございます。また寄るか。また寄るで。罪何してるんですの。また必ずこんな幸せだった。幸せだ。悲しくなってきた。こんな幸せだ。いい顔してますわ。うわー、ともりちゃんの歌感動したって。ちょっと待って、やめて。結構感想あるよ。見る。いっぱい書いてくれてるね。ほら、やめて。すごい感動しました。もういいよ。オッケーオッケー。続く。涙が止まらないだって。もう大丈夫。オッケーオッケー。もうそろそろ。オッケーだよ。わかる。必死すぎ。読み上げるな。こいつ何もわかってない。ブロックしてやる。名言。タキちゃん、タキちゃん。
何があったんですの？サキちゃん。あ、どうしたんですの？何があったんですの？綺麗。あ、もうダメ。待って、ここに繋がるのがね。うわー。何があったんだよ。あー、すごくイライラしている。イライラしてる。すごくイライラしている。雨だれも流れている。うわー、悲しい。会話もない。会話もない。練習しよう。さきちゃん、今日も来ないのかな。え、本当に何があったのってなるシーンだよね。そうだね。急にね、こう携帯見てて、さきちゃん、あの表情です。よかった、来てくれて。学校休んでるし、熱も全然ないから。結構当たり強い。今日は言うことがあって来ましたの。何ですか。何。クライシックをやめさせていただきますわ。やだー。でも、さきちゃん、甘ったれたことを言わないでちょうだい。トモリは特に練習しないといけないのに、今まで何をやってたんですの。トモリはお前喧嘩のシーン来た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 。待って、振り払われた。ちゃんと話し合おうよ、ね。あ、ここ肩を肩を。できたんだから。払った払った。思うよね。うわ、この気まずい雰囲気の時にこのキーンって頭が痛くなるみたいな表現好きすぎる。一度もない。それは絵だよね。ということで第3話のワンシーンをご覧いただきましたが、感情のアップダウンがさ、ジェットコースターじゃない。上げられたと思ったらさ、幸せな景色を見せられて、その後どん底に突き落とされた気分です。もう最後にえってそよちゃんが発するんですけど、このバンドが壊れてしまうっていうところのどん底を一番表現したいのでっていうことで、割とたくさんリテイクして、何回もやってたね。出した声だったんですよね。さきこからしても、ともりが書いた春日陰の歌詞をこう見て、泣いちゃうシーンがね、あったんですけど、なんかその涙のシーンと、あと後々出てくる、こう、あの春日陰歌われちゃってるのを見て、泣きながら帰るシーンとかとこう比べると、こう嬉しい泣きだったものがなんか悲しくて泣いてるに変わってるっていうのが、さきこ見ると私も泣きました。いや、そうだよね。第4話のあらすじです。一生だよ。ソヨからクライシック解散について聞いたアノンは、ともり、ソヨ、タキをリングに集める。はい、話し合ってということです。はい。ちょっと前向きになった感じの、そうだね、イメージありますが、ではでは早速第4話のワンシーンを見ていただきましょう。どうぞ。ここか。かわいい。どう？ C コード。かわいい、かわいい。ちゃんと音鳴ってないんだけどな。何でも弾けるよ。G とか Am とか。抑えられてないんだよ。F も。鳴ってない、鳴ってない。鳴ってないよ。鳴ってないよ。これかなり難しいよね。そうなるわな。本当だよね。ギターはコードに始まり、コードに終わるんです。そうだけどね。ドラムのなんかそれっぽいことは言ってるんだよね。なんでため息？とりあえずできそうな曲探してみようか。カバーとか。春日陰でいいじゃん。なんで？なんで？私一回しか聞いたことないんだけど。でも。何？あいつに遠慮してんの？怖い怖い。ともりちゃん、どうかな？ともり？他に歌える曲ない。一回しか聞いたことないってば。そうだよね。みんながやりやすい曲探そうよ。それ出る。みんなそれぞれだな。あら、おっと、なんか来たぞ。なんですか。あなたは誰。みんな、ってなるよね。あら、やらないの。かわいい。かわいい。はい、あー、なんか幸せなシーンだったな。ねえ、差が詰まっていた。いいシーンでしたけれども、一人まだこう絶対弾けないからみたいな理由で断ってるのがアノンちゃんらしくて、すっごい可愛いなって、うん、でもなんか途中で入ってこられましたね。来たけど、そうですね、機材持ってやる気満々でお邪魔させていただいたんですけど、もうバンドのつもりだもんね。そうですね、一員のつもりだね。はい、普通にパフェ食べてたんでさ、ふーっつってさ、面白い女ってすごい。何でもありですね、なんかね。いいですね、ラナさん。続きまして、第5話のあらすじです。はい、逃げてない。初ライブまでは解散しない約束でバンドを結成したが、アノンは真面目に練習をしない。
そんなアノンにタキは、お前のそれは逃げだよね。ぐさ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 ちょっと怖いワンシーン見ていただきましょう。こちらです。あーちょっと待って、例のシーンじゃん。うわここなんですよ。いいね。私たちライブする。うん。覚悟を決めたシーンですね。短いけれど決意がギュッと詰まったシーンで大好きだったな、このシーンは。トモリが言い淀んだ時のアノンがさ、確かにギュッてなるのがね。最初はこう2人とも上半身しか映ってなかったんだけど、うんうんうん、アングルが下に下がってこう手をつないでる、でその間から見えるそういうちゃんとタッチャっていう神がかった構図がもう本当に大好きで本当に好き。迷子でも進もうって言うじゃないの、うんうん、そう進んでやってみるって、それがいいなと思って、ね、アノンはねやっぱ迷子にいなくてはならない存在というか、なんかアノンちゃんは生徒会長をやってたりとかで、うんうんうん、こうみんなを引っ張っていく力もあるんだけど、うんうん、意外とちゃんと一人一人と向き合ってくれる女の子だから、それがともりちゃんにはすごいいい存在になったのかなっていうのが、特にこの5話の最後の水族館のシーンはなんかそれがよく見える。うんそうだね、うん。続きまして第6話のあらすじです。なんで今更、うんうん、バンドやると突如現れたラーナに振り回される一同。ライブのための練習がうまくいかず、タキのイライラは募る。はい、ラーナちゃんの可愛らしい、これも聴ける回。そうなんですよね。これの回でございます。聴けちゃう回ということで、はい、それでは第6話のワンシーンを見ていきましょう。どうぞ。おお。かわいい。あ、走ってきた。走ってきた。落としちゃった。あわわ。あ、止まれ。つーかー。面白いな。海の生物シリーズの第6弾、南洋マンタ、マンボ、リュウグの使い、ジンベエザメ、あ、これはシロナガスクジラとナガスクジラ。そりゃにっこりだ。はぁ、あ、何笑ってんの、あんたも今笑ってたじゃん。笑ったわ。超かわいいじゃん。トモリはかわいいんだよ。そう、イケメン。なんなの、明日ライブだよ、どうすんの。かわいいな。もう逃げられないよ。貼ってもらってんだ、うん、ありがとう。貼ってほしい。うわぁ、私には私にはうるさい。はぁ、もうちょっとなんか言うことあるの。あれにょんこにょんこ、ありがとう、あれあれあれ、これはありがとうとかさ、なんで何やってんの。はぁ、うま、なんで、ん猫と遊んでた。猫長で、お前うちの中学？そりゃそうなるな。3年生。かわいい。かわいい。やっぱアノンとの追いかけっこがすごい好きで、なんか第5話でアノンちゃんがこう逃げちゃうんですけど、第6話ではタキちゃんが逃げちゃうんだよね。そう。なんかそこはいい風にこう対比が描かれていて、すごい胸熱な展開だったなって思う。結構ね、タキちゃんはね、アノンちゃんの前だと感情を爆発させることができるんです。確かにね。そう、青春させてくれる存在です ね、 ある意味相性いいのかもね。はっ、あら、そうなのかな。ちょタキちゃんに聞かれたら怒られちゃいましたけど。はぁって言われちゃいますね。いいと思いますよ、ここは。ね、真ん中でいいと思いますよ。いい氷。第7話のあらすじをご紹介します。今日のライブが終わってもバタバタしながらも、ついに初ライブの日。震える足でともりはステージに立つ。迷子のままでも進みたい、ということで、ちょっと迷子らしさが出てくるような、ね、見ていただきましょう。こちらです。あ、ライブシーン終わった。感動のね。感動のね。よかったね。あれ、あれ一人だけ、あれ、あれ
ちょっと沈んでる人が、あれあれノート忘れてるよ。あのんちゃん本番前あんな緊張したのに、ね、調子いいね、ぐるぐるだったのにね。スーさん、あれあれあれスーさん、どうしたスーさん、どうしたどうしたどうした、すっごくやばい、お疲れ様、お疲れ様、うん、ほら、うんだけとでかい態度が、とも負けてられない、ベテランみたいな対応だよね、大御所だからな、ラナさんは。お疲れ様です、お疲れ様です。先輩バンドとの共演嬉しいよね。嬉しい、中でね。タキちゃん礼儀正しいね。タキちゃんね、ちょっと先輩緊張した。ちゃんとした人がいてよかった。言い方だけじゃん。大好き。トモリはいいよね。喜びを分かち合ってる。めちゃくちゃ良かったよ。トモリ、本当に。なんで感極まってしっとりしてる。湿度高く。なんで春日陰やったの。ですね、みんなで初めてのライブをして、うん、もうライブとしては大成功だったんですけれども、うん、披露してはいけない曲を披露してしまって、そうですね、さゆちゃん自身は今までやっぱり自分の本心を隠して生きていた、うん、あの、そうなんです、周りから見ると若干何を考えているかわからないっていう感じの子だったんですけど、そんなそよちゃんが初めてその自分の感情をあらわにする大切なシーンでもあったので、すごくあの大切に演じましたね、うん、ライブ見ながら泣いちゃうシーンとかも咲子にとってなんかここでこの話数で何かが自分の中で壊れたんだろうなっていうシーンだなって思ってて、その後のこうイカちゃんに電話して、うん、全て忘れさせてって、いやさきちゃんこれでもちょっとね、ちょっとびっくりしましたよ、ね、させてよ、だってなんかこう晴れ日陰は私たちの歌って言ってたのに、それがもう過去の歌になっちゃった、自分の中ではそれがねもう大きかったんだろうなっていう、全てのね思いを込めて最後の忘れさせてを収録させてもらいました。素晴らしかったです、うん、まあ、アノンはね、あの滝に言われたから練習してただけで、そう、 そうなの、そう、ラーナさんはね、あの弾きたいから弾いてしまっただけ、はい、すごいよね、突然ね弾き始めるのをやってしまって、そうそう、こんなことになってしまって、引き金を引いてしまったわけ、引き金を引いてしまったんで、そう、それぞれの春日陰の捉え方が違いすぎて、確かにちょっとね、危ない曲です、あれは。危ない曲です。迷子、ファーストアルバム。明晰波、11月1日リリース。ガルパで配信中の大人気カバー楽曲を集めたアルバム、第8弾が登場。バンドリ、ガールズバンドパーティー。カバーコレクションボリューム8好評発売中。ようこそアベムジカの世界へ。アベムジカ、奇跡を日常に。アベムジカ、慈悲を与えましょう。この右手。夢の結晶ファーストアルバム、ポピーインフラクティセンス、ローズブリューテンスタンプ、好評発売中。今回は第7話までを振り返りました。皆さんから最後に一言ずつ感想をお願いします。はい、各話数を振り返ることができて、なんか あの時こういう風にみんな思ってたんだとかいう新しい発見もあって、とっても面白かったです。迷子の皆さんのいろんな表面が見れてすごい面白かったなっていうのと、ラーナちゃんもうちょっと後半の方でね分かりますので、そっちもあの引き続き掘り下げていきたいと思います。一気にこうみんなと振り返ることができて楽しかったですし、また8話から後半も来週振り返り楽しみにしておりますので、皆さんと一緒に振り返っていけたらと思います。ちょっとまだね語り足りないなっていう、思いが強いので、ちょっとこの8話以降もですね、後半戦もちょっとたくさんたくさんお話できたら嬉しいなと思っております。迷子ちゃんのみんなと一緒にこうアニメの感想を語り合えるっていうのが本当に貴重な経験で、アニメの感想もね、あの語り出したら本当にみんな熱くて、私も同じ気持ちだなっていうのが思えて、すごい楽しい時間でした。今回は1話から7話を振り返って、一部抜粋という形で
皆さんと一緒に振り返らせていただいたんですけれども、まだまだ魅力的なシーンはたくさんありますので、気になったよって方とか、また見返したくなったって方はバンドリーツ迷子を楽しんでいただけると嬉しいです。そして次回は第8話から最終話までを振り返ります。りんちゃんによる池袋ロケもあるそうですよ。聖地巡礼舞台ともなっている池袋でちょっとロケをしてきましたので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。それでは今回はここまでです。せーの、バイバーイ。この雨か迷子サードシングル、ひとしずく、好評発売中。迷子がついにガルパに参戦します。迷子でもいい、前へ進め。人気楽曲が盛りだくさん。お気に入りの楽曲でガルパを楽しもう。